どうもやってまいりました阿部達でございます。はい、まあ、早速ね今日からこの衣装スタイルでやっていこうと思います。まあね、気になる方は下にリンク貼ってますのでその動画やってますのでそれ見てください。というわけで、今日なんですけれどもプロジェクトの動画になるんですけれども、二次発送で頼んだ、ロック指導が今日届いたので、撮ってるんですけれどもとりあえず、開封からちょっと撮ってまたね後日またいろいろちょっとやっていこうかなという感じでございます。というわけでねこちらででん、はい、コンプリートセレクションモディフィケーションロックシールクリスマスセット、今日はこちらを開けていこうと思います。はい、それではねこちらの開封をしていきたいなと思います。ピッピッこれいつ注文したんだっけな、いやだいぶ前だよな、数ヶ月前とかに注文してやっと届いたみたいな感じで正直ちょっと忘れてたっていうのがあります。じゃあ開けていきますね。まずは箱をガシャンと開けますとこんな感じ、フィルムです。いつも通りですね。ここに緑色がちょっと緑色が見える、これもう見えてるねはい、じゃあこれをね溶かして、じゃあねフィルムを剥がします。いきます、せーの、じゃーん、おー来ました、勝ちどきとメロン兄さんのね2人が2台が並んでおります。コンプリートセレクションモディフィケーションロックシードクレシマスセットと、まあ、もちろん当然後ろははいこちらですね、龍源とあとヨモツヘグリの、2人が並んでいるというところですね。いきます、せーの、豪華や豪華やん。であとはこれね、トリセツが入っております。で今回もね、まあ、見る限りね結構音声も充実している感じですね。じゃあこれ開けますね。いきます、せーの、パカッ、おお、いやーこれすごいね。あ、でついにこれ勝ちどきのメロン、そして僕初めて持つんですけどメロンの、まあ、ちゃんと音声が出るバージョンね、今まで持ってない、これキウイも初めてですね。でフェイスプレートが全部で5枚ですね。はい、でこちらがメロンと龍源の、まあ、通常のフェイスプレートですね。でこちらがヨモツヘグリとこっちがプロトタイプですね。で最後これがウォーターメロンロックシードの時に出る、残月のフェイスプレートになります。いや今回ラインナップ的にはめちゃ豪華だよね。でまずとりあえずこの辺からいってみる、この辺からちょっと持ってみようか。いきます、質感やばい、ここの塗装の質感やばい、やば、わかるかな、この塗装の質感がね、おもちゃじゃないおもちゃの塗装ではないよ、これもはや。なんかずっと触ってたいずっと触ってたい。でサイドもね、多分あの成形色的なやつなんですけど、ブドウの場合すごいなんかね光沢感があって、なんかそのメタリック感がこう映像だと伝わりますね。でこいつのボタンはねこういうボタン式になってて、開くとはい、ここが結構おもちゃ感が出そうな部分ではあるんですけど、こいつの場合は結構もうやっぱ光沢感がしっかり出てるんで、ちょっとなんかメタリック感がちょっと出てるような感じがして高級感ありますね。いや、やっぱ CSM のクオリティ高いっすわ。2つ目、キウイこちらでございます。キウイはねちょっと僕自身もこういうデラックス版っていうのを持ってなかったりですとか、実際に音声と連動するねタイプのもの持ってないんですよ。で唯一持ってるのが食玩とあとはガシャポンの、2つになります。でねこれもねやっぱりねこの塗装がすごく綺麗で、あとここのね造形もすごく精密というかしっかりと作られておりますね。でサイドのこの緑色キウイに関しては、この部分的にねちょっと塗装の部分とその成形色部分がね分かれちゃってるんですけど、いやでもねやっぱここの光沢感というか質感はやっぱりちょっとおもちゃ感は出てないっすね。はい、ちょっと自信ます、こんな感じ、はい、開くと、はい、こんな感じでございます。キウイ激鱗だっけ、これがねでやっぱここのシールの果肉感っていうのがしっかりこう作られてるので、ちょっと光る感じとかがちょっと気になりますね。さあそしてこちらが
ヨモツヘグミでございます。まあ、戦国龍馬からね、まあ、ちょっとこういう6指導あるけどどうする、これやべえぜっていう感じで渡されて、使ったというロックシードになるんですけれども、質感はどうだろう、ちょっと劇中の、感じがどうだったかっていうのを正直ちょっと微妙に覚えてないんですけれども、ただね、こいつね、デラックス版持ってるんですけど、デラックス版よりより劇中になってるようですので、これは後ほど要チェッケラーですね。この質感に関しては別になんかメタリック塗装って感じではない、この縁のここら辺とかはメタリック塗装なんですけど、それ以外は普通って感じで、この周りのね金色に関しては肉眼で見ると結構なんつんだろうな、なんか塗った感は出るんですけど、こう映像を通して見るとね、こう遠くから見てる感じになるので、結構こう光に反射してね、ちょっとメタリック感っていうの出てるんじゃないかなと思います。で開くとこんな感じです。はい、でこの辺とかは大体もうデラックス版とちょっとまあ似たり寄ったりな感じはするんですけど、ここよ、ここが今まで確かねデラックス版だと赤く光ってたんですよ、なんか変な感じだったもんなんですけど、今回これねちゃんとこの色に光るっぽいので、これはちょっと後ほど見ていきたいと思います。あとね、若干ちょっと見ててね思った、気づいたところがあるんですけど、このブドウの一番上の房の部分、この3列のね、ここがね、もともとそういう仕様だったか分かんないんだけど、ちょっとここはみ出てんだよね。で、このブドウの方もちょっとはみ出てんだよね。これもともとこういう仕様だったっけと思って今ちょっと思った。どっちなんだろう、ちょっと気になった。はい、そしてこちら、メロンロックシード。来たよ、ついに。ちょっとオトレンドをするメロンを初めて僕は手にしました。今までね、食玩しか持ってなかったんで、なんかね、ちょっと嬉しいちょっと嬉しいです。造形はやっぱりね、ここのメロンの感じとかはしっかりしてまして、塗装に関してはまあまあまあ、まあ、劇中のプロップに合わせてると思うんですけど、こんなんだっけちょっとうる覚えだわ。で開くとこんな感じ。あ、でもここら辺の質感はめちゃめちゃいいね。まあでもね、色の感じとかはね、食玩と比べては全然はるかにめちゃめちゃいい塗装ですね。全体を通すとこんな感じ、緑色ですね。ここですね、ここの周りのこの感じがめちゃめちゃいい、ここら辺が。さあそしてこちらがウォーターメロンロックシードでございますね。はい、僕これデラックス版持ってますね。V シネの特典で、ついてたので持ってました。あ、このね丸いタイプのこのね、このボコボコがない球体、この湾曲してる部分、塗装の感じがめちゃめちゃいい。確かこれ前回デラックス版の時って、ここなんかこのスイカの模様を出すためになんかボコボコさせてたっていうやつだったんだけど、今回はちゃんとこう塗装で、表現してるって聞いたっていうか、なんかブログで見た気がするんだよな。ちょっと後で見てみよう、後でちょっとデラックス版と比較してみましょう。はい、ここのね質感がめちゃめちゃいい。で開けるとこんな感じ。いや、やっぱここのやっぱパーツの部分の質感がめちゃめちゃいい赤出してますね。デラックス版だとこう冷からすためにちょっとなんか黒目だったんだよね。今回のしっかり赤ですね。はい、でまあこうひっくり返す、こんな感じ。さあそして最後これですよ、これ初めて世に出てきたロックシードですね。勝ち時のロックシードでございます。まあ、基本的にベースに関してはオレンジの勝ち時ねと同じ造形なんですけど、今回これクリアパーツではなくて塗装で、構成されてますね。この辺も黒いパーツになってますね。質感は、まあ、塗装されてるのでちょっとなんかザラザラしてる、なんか乾いた感じの、質感になります。裏面も今回これ塗装されてますね。塗装というか色ついてますね。透けてないですね。前回のは透けてたんですけど、今回のは透けてないですね。で上のここの部分も透けてないですね。開けるとこんな感じでね、やっぱ勝ち時なんでここあるんですよ。もう一枚あるんですよ。これ開けたらまあねどうなるのかなっていうところですよね。まあこれ後で試してみます。開いた時のこの質感もちゃんと同じ塗装になっているので統一感があってすごくいいですね。こう押した時の感触もめちゃめちゃいいですね。せっかくなんで1個だけ、じゃあちょっとこいつだけちょっと音出して今日ちょっと動画終わろうかなと思います。はい、じゃこの絶縁シート外しますね。いきますほい、聞
来ましたね。じゃあ押します。いいですね。じゃあ後ろちょっとボタン押しましょうか。あ、一応よもつもやっとくか、せっかくだからね。よもつもやりましょう。いきます。ちゃんとあの雲の表現がされてますね、あの稲妻の。はい、というわけでですね、今日はまず開封ということで動画を撮らさせていただきました。でですね、今後ですが、まあ実際にね戦国ドライバーにはめたりですとか、あとはねデラックス版との比較動画などねちょっと出せたらなとは思うんですけれども、正直ちょっともうね、あの動画もいっぱい出てて、それでねもうやってらっしゃる方とかもいらっしゃるので、ちょっとどうかなっていうのは正直言うところです。なのでね、またちょっと違った角度で、出せたらなとは思っていますので、その辺についてはちょっと今後、作っていきますのでお待ちください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。というわけでバイバイ。